はいそれではですね改めまして皆さんおはようございます画像をご覧の通信の皆さんそして全国の中継校の皆さんおはようございます、えー、今日労働基準法の第1回目となりますのでよろしくお願いいたしますはいまあ、気温がですね今このエルタワーのところから外を見るとだいたい16度ということでですねまあ、東京もだいぶ冷えてきてますねはいということで 半袖の方とかねいらっしゃって元気な方もいらっしゃいます。はい。えー、一つお願いがあります。それはですね寒い時もあるんですよ教室が。だからちょっと上着を外したりえー、まあねあまたあの着たりできるような感じで、えー、調節できるようにしといてください。まあ、体調を崩さずにですねポイントとしてはね首を冷やすなということですね。まあ、よく女性の方で首をですねこう出してる方はね、えー、確かにスタイルはよく見えるかもしれませんけれどもあの結構首から風邪ひきますので。 はい私もそうなんですけれども、まあ喉を使う商売なので、ですね首を冷やさないようにしてます、はいで、まあ、労働基準法4回シリーズになります、でまあねあねのぼちぼち始めていただければいいんですけれども、そうですね皆さんね、人によってやっぱりこの中上級クラスはですねあの、まあ、立場が違うと言いますか、レベル感もかなり変わってきますので、それもそれぞれの、まあねえー、と自分の、まあ、ある程度の得点分かってると思いますよね、本試験での得点ね。 ですからまあそれに見合った形でまあ徐々にスパートをかけていっていただくのもよしまあもし、とりあえずもうある程度労働基準法上がってる仕上がってるよという方いたらですねそしたらまたね実務の目も見ながら例えばまあこのえね条文はどういうふうに実際は使われているんだといったような方向で,ですねネットで調べるなり。 まあ何なりしてね考えていただくのも良いしあとは判例を今のうちからね労働基準法ある程度仕上がっている方はもう判例を今のうちから見るってことで判例を見た時には判例の内容の確認それから判例は慣れないとどうしても読みづらいのでまあ判例をボンボン読むということですね。今年といいますか試験国際自動車事件出てましたよね。 はいということでね、やっぱり判例、その前の年のほうがまあ、ね、えー、っとちょっと難しかったと思うんですけども、どうしても選択式で出てきちゃいますのでね、でキーワードを押さえながら、まあ、判例を読むということも良いかと思います。では、入っていきましょう、まずは労働基準法ですね、ちょっとね、目次を一旦開いてみていただいてよいでしょうか、はいそうしますと、まず、総則があって、今年もやっぱり総則出てましたね、試験的にはね、えーまあ、ちょっと見てください、労働条件に関する基本原則。 から平等原則、ですねそれから、えー、人権擁護と、それから、まあ、適用事業が4節に入っているという形ですね、それから、まあ、労働契約が来ましたね、この並びは一応見ておいてくださいね、労働契約ですね、はい、そして労働契約に関しましては、はい、13条、それから14条ですね、期間、そして、えー、あとはですね、えー、と15条。 では条件、明示等あってそれから不当な身柄拘束の禁止が3つですね、ここがね、16、17、18ときます、そしてその後ですね、労働契約の終了ということで、ここでまあ1問、大体毎年来ますので、解雇という感じで、ですねあとはえまあ予告とか、そういうところですね、次のページを見ましょう、そしてね、契約の次に出てくるのは賃金です。 はい賃金ですね、イメージつけておいてください、就業規則もだいたいこの並びで来ますのでね、皆さん作るんですからね、はい、そうすると次が、労働時間休憩休日と、でまあ、労働時間休憩休日がまあ長いということなんですけれども、まあ、こちらの方ですね、まあ、一番まあボリューム感もあって、室内的にも非常に多いということで分かってらっしゃるかと思うんですけれども。 それから、えー、年次有給休,休暇、まあ、1問かもしくは選択肢の数本は年次有給休,休暇から必ず来ます、えー、しかも年次有給休,休暇に関しては、まあ、通達も多いんですけれども判例が多いんですねだから判例に関しては年次有給休,休暇しばらく出てないことを考えると、まあ、ちょっと危ないのかなという感じはしてますだから年少者と妊産婦ですねで、まあ、どっちか天秤にかければも,うもちろん妊産婦の方が圧倒的に出題件数は多いわけで,で年少者というのは18歳未満です 図らずしも今度民法のですね成人がですね4月1日から、まあ、来年18歳に下がるって皆さんねあの、まあ、ニュースなんかでね言ってますので聞いてるかと思うんですけども、まあそういった意味でもしかしたらそんな感じで目立っているので年少者っていうのも成人年齢と一致するということで、まあ、記念すべき特ということになりますので、まあ、若干やっとかなきゃダメなのかなというふうふには考えてますそれから妊産婦、今年も試験に出てましたよね。 はい妊娠散オーソドックスな問題に関しましては試験に出ていますただまあ昨年の試験のようにですね、えー、まあこの危険、えー、例えば第一節の2危険有害業務の就業制限のように非常にマニアックなですねまあ、業務の中身クレーンの運転とかですね、えー、まあ何トン以上のね荷物の運びとかまあ、そこまで出ちゃうとちょっとそこは取れないかなという問題もありました まあ過去も見てくださいで次のページ、ですね、まあ、技能者養成、災害保障に関してはほとんどスルーでいくと思うんですけども、就業規則ですね、まあ、一問弱という感じで出てくるかなと思われます、今年も出ていましたね、やはり、だ寄宿者ということなんですけれども、まあ、これ、出ることもあれば出ないときもあるんだけども、やはりですね、ある程度見ておく必要があります、そして監督機関があって最後、雑速、罰則、特に雑速、罰則は先に見ちゃっていいですよ、皆さん。 で今、労働基準法の時効というのは5年、3年、2年と分かれているわけですからねだから書類の保存は3年ですよね。ねね言われた段階でえー、そうだっけみたいな、ね、感じになってる方も多いかと思いますだから混乱するんですよ、やってるうちにだから先にもう最後のページねあのちょっと見ちゃってください、あとで、ね、休み時間とかにね。はいそれではねまずは1ページをめくって労働基準法の学び方というところを、ね、まあ一通り見ていきます。 はい、まあ、労働基準法は憲法27条2項の勤労条件の基準の法定の規定に基づき、まあ、昭和22年に制定された法律であると、えー、同法は労働者が健康で文化的な生活を営むことができるようにするため、えー、賃金、労働時間その他労働条件について最低基準で、ね、定めているまた同法はその大部分の規定について違反した場合にはい罰則ですね、えー、刑罰があると。 だから取締法規なんだとこれはも認識されてると思うんだけど取締法規っいう葉も知っておいてくださいね、取締法規だと、はい、それからえさらにですね労働基準法の定める基準に達しない労働条件はこれはですね労働基準法の基準に置き換えられると、はい、これがまあ強行法規と強行的にそうなっちゃうよということですね、だから取締法であり強行法規であるというね認識で言ってくださいね。 まあ言葉も若干覚えておい,た方がいいいたがかなとさてここで昭和22年憲法と労働基準法と労災保険との関係を述べようどうでしょう皆さん述べられますかまず日本国憲法が昭和22年にまあ、ねえー、まあ交付されてそして憲法のここの27条に、ね、こう書いてあるんですよ勤労条件は、えー、法律で定めようと。 これに関しましてはですね次のページ1ページめくって真ん中に27条2項出てますので、はい、賃金、労働時間、休息その他勤労条件に関する基準は法律でこれを定めようということなんですねこれが憲法27条2項憲法というのはですね直接国民を統治するための法律でしょうかまさか違いますよね憲法というのは立法機関に対して暴走を防ぐためにある法律ですよね憲法というのはね 立法機関を統治してるんですよだからまあねご存知の通りいろんな憲法平和憲法あるのは,そは憲法法が立法機関を縛っているからです、はいね、だから憲法27条2項で勤労条件というのは法律でこれを定めろと書いてあるからだから労働基準法をすぐ作ったわけです。ね、だからでその後に労働基準法で災害保障というのがあってでも災害保障が。 ね、例えば労働者が怪我した時会社でお金出して直せって書いてあるんだけれども、まあ、それは無理なんだからだからすぐに労災保険を作ったという流れだよね。はい、ということで皆さんが知っておくべきはまずはこの27条2項の、ね、ここ25条じゃないから間違えちゃだめだよ27条2項の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるということが憲法に定められてあったのでそれを受けて労働基準法ができたということを抑える。そして、まあ、あとはね 1> えと第1章入っていきましょうテキスト3ページいきましょう。はいまあね、必ず1問出てくるね、このあたりの総則からね。はいで総則の問題は落としてはいけないだから、完璧にしておくべきだね。ではいきましょう、まずは第1条ですね。労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないと。 まあ意外と覚えづらいなって俺いつも思うんだよねこれね俺も何年も勉強してるんだけどさなんとなくこれ覚えづらいよね。労働者がえ人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものなんて言い方だから若干覚えづらいですね第2項も言いますこの法律で定める労働条件の基準はこれは最低のものであるから労働関係の当事者はときましたね当事者。 はい、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとよりその向上を図るように、まあ、努めなければならないと非常に珍しいよね労働基準法で努めなければならないと労働基準法の努力規定ってこれ以外にもありますよでもダイレクトに努力ということが書かれている条文は見当たりませんね、はい、だから非常に珍しい表現になっているということなんだね。 そして、まあ、ちょっとね趣旨に書いてある通り1条の1項です、ね、人たるに値する生活に関しては日本国憲法20こっちは25条1項、ね条、健康で文化的な最低限度の生活保障の趣旨と同じするはいということですね、これはいいですよね,でねこのあと読みます、つまり労働者が人間として価値ある生活を営むために必要な最低の労働条件を保障すべきことを明らかにしたものであるとはいこれ明らかにしてるんですね。 まあこれ試験ににも出ててますよね明らかしるは解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならないこのね言葉もえまあ過去問にありますまた本条2項において労働基準法の定める労働条件の基準はこれは最低のものであると、はい、そして労使当事者が労働基準法に定められた基準を理由として労働条件を引き下げてはならないこれは当然だとむしろその向上を図るように努力しろよということになりますね。 はいそして、括弧1番労働条件の原則25条1項健康で文化的な最低限度の生活保障と趣旨が同じなんだと。はいなるほどとねこれは出たらあそうなんだと25条1項と趣旨は同じかどうかって聞いてきますから同じだとはいだから皆さんは読んだ時に同じかどうかが聞かれるかどうかが何を聞かれるのかってことを常に考えてほしいですね、はい、同じかどうか聞かれるんだから同じだと覚えておけばいいわけですね。 はいといととうことですねそしてただし訓示的と、まあ、訓示的というのは何々であるべきだみたいなねべき論ですね訓示的とねだから本条違反に対する罰則の適用がないということだね罰則のつけようがないんだよね罰則のつけようがないんだよねはいだからまあ概念的なものに罰則なんかつけられませんよとだから1条とこのあと出てくる2条にはまあそれぞれ罰則がないとだから1条2条には罰則なしという抑さえだね ポイントを見ましょう本条は、えー、労働者に人格として価値ある性格生活を営む必要を満たすべき労働条件を保障することを鮮明したものであって労働基準法の解釈にあたり基本観念としてに常に考慮と、はい、これがまあ平成28年とね択一式なんですけども労働条件とは労働者の職場における一切の待遇を言うが雇い入れ採用は、えーまあえー、まだ雇い入れる前の話で労働者になってませんから。 ななってないんだから含まれないと、はい、まず理屈を考えることねまず理屈を考えるなんでなんだと雇いで採用は何で含まれるそれはまだ労働者になってないから、はい、入ってないからねじゃあ解雇は解雇はまだ出てないよねまだ社員だよね、はい、だから解雇条件というのは含まれるわけだよねでも雇いでっていうのはまだ手前にねいるわけですからですからそこは含まれないとまあね理屈でなるべく考えてください次のページを見ましょうね さて人たるに値する生活とは健康で文化的な生活を内容とするものである具体的には一般の社会通念によって決まるはいここでのポイント社会通念で決まるってことをはっきり覚えることです社会通念で決まるかどうかを問うてきますから問題でははいそうなんだよねと社会通念で決まるよねとはい本人のみではなく標準家族を含めて考えるでね 標準家族を含めて考えるっていう考え方に関しましては先ほど前のページで学習しましたがポイントの1個目の黒ぼチちの3行目2行目の終わりから3行目に書いてある通り基本観念として常に考慮されなければならないって書いてありますよね。基本念ということは今見ていただいたテキスト4ページの頭から上から4行目に書いてある この社会通念によって決まるものでありこの、えー、まあ人たるに値する生活の中には労働者本人のみではなく標準家族を含めるってことはこれっていうのは労働基準法全体にかかっている考え方なんだってことを覚えておいてほしいわけですよそうするといろんなところで応用問題が出てきたときに取れるということになってくるわけですね例えば帰郷旅費の時に家族の旅費も含むのかって問題出てましたよね帰郷旅費に家族の問題含むのか はいえー、労働条件の明示、明示した内容が、ね、違っている場合に即時解除することができる、その場合、14日以内に帰郷する場合は必要な旅費を負担しなければならない、その帰郷旅費に関しては家族を含むのかどうかっていったらそう、皆さんもう分かりますよね、はい、これ、全部、ね、全部にかかってるんだから、標準家族を含むということになるわけですね。ただからそんなふうになるべく皆さんも、ね、考え方を応用、応用と広く、広く、はい、しておいていただくことが大事ですね。そして さらにこの基準を理由としてというのは労働基準法に規定があることがその労働条件の低下の決定的な理由となっている場合た従って社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば本庄に抵触するものではないとさて新型コロナの影響で厳しい状況に置かれている産業さんいっぱいありますはい今聞かれるのはまああの労働者のねまあダイレクトに社長さんは言っていますよあの賃金下げても大丈夫ですか はい、法律違反になりませんかさて皆さんどうお答えになりますかでしょうか、はい、まず労働基準法で考えましょうか労働基準法では社会経済情勢の変動とほかに決定的な理由があれば抵触するものではない労働基準法違反にはならならいんだよね、はい、例えばちょっとお店も長らく開いてないしいろんなものがですね、はいまあ、もうちょっと不足していると、はい、ちょっと厳しい状態なので。 ちょっとお店再開するんだけどもちょっと基本給下げさせてもらえないかいっていうのは社会経済情勢でまあお店がそうなっているのであればまあいたしかたないよねだけれどもはいそこはやっぱり皆さん社労士さんなので労働契約法もあるから労働契約は合意によって決まるんだったねはい変更も合意だったよねだからこうだよね社長さんね労働基準法では社会経済情勢決定的なね 原因がある場合はそれは変えることはできるけれども労働契約法は民事の法律ですとだから労働契約法を見てくださいよとねやはり合意の原則っていうのがありますのでそこは考えてくださいねはい合意なき不利益変更はできないだけれども従ね、従女就業規則の変更をすることもできますのでそれは最悪の場合就業規則の変更で条件低下っていうのはできますのでそれは相談してくださいね っていいううのののがシャローさんの答えでですすからねねははい、戻りましょう今度は労働条件の決定です、ね、第2条の第1項労働条件は労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものであるはい、まあ、言葉としてはやはり対等の立場という言葉を覚えておくですねはい対等の立場であの、まあ、意外と優しい問題で選択式で穴が開くと非常に厳しいダミーが来ますので。 あの正確に覚えておく必要があるんですね。はい出す方も、ね、分かってて優しい問題だと非常に厳しいダミーを出してきますのでね、はい、それから第2項労働者使用者は労働協約就業規則労働契約をこれお分かりでるね遵守ね遵守ね穴開いた時に、ね、遵守しそして誠実に各々その義務を履行しなければならないといいですね。はい、守誠実という言葉 大丈夫ですかはいここでは下に書いてある括弧一番労働協約とは労働組合と使用者またはその団体との労働条件に関する合意協約のことなんだと例えば春闘などがあった場合にはいまあ妥、えー、結した場合に文書を作りますそれはすべて労働協約という形になります例えばですね、えー、トラブルがあって労働組合まあユニオンさんなんかと団体交渉することがありますその時に 文章をまあねお互いに覚え書きしましょうということでサインをした段階でそれは労働協約になってしまいますはいそれから就業規則労働者の就業上遵守すべき規律まあか会社が作った会社のルールだよね使用者側が定めた会社のルールだねこれはいいよねはいそれから労働契約は個々の労働者が使用者から対価を得て、えー 当該使用者の下で事故の労働力の処分を委ねることをする契約難しいね言い方がね個々の契約だなはいここの契約だね。効力の順番もこのの通りなのでさて過去問がね出ているんですけども平成まあね30年とか28年の過去問は皆さんのところに手元にある過去問ブックですぐ分かるんだけども7年の過去問なんて載ってないでしょ。 昔どんんな過去問出てたのかそういういいい見とくといいんですよはい、えー、労働者使用者には労働基準法2条2項で就業規則を遵守すべき義務が課せられているがこの義務違反については使用者に対してのみ罰則が設けられている罰だよね12条に罰則なしね12条に罰則なし意外とこんな問題出てるんですよね。はい1ページをめくっていきましょう 今度は平等原則になります。はい。あ、皆さんの勉強の仕方はもうあの講義を受けたら速攻で過去問やってくださいね。速攻過去問ですからね。まあ同時でも構わないくらいですからね。はい。速攻過去問ね、三回転ね、速攻三回転ね、そのくらいでできますよね。でもし過去問に慣れてない方いたらあの過去問ゼミというのもね、まあまあチラシ置いてありますのでやってますし、あとは 最初の1回目はしっかりやりましょうとにかくテキストと照らし合わせて最初の1回目はしっかりねもう探究します、はい、2回目からは少し早くやってください3回目4回目になったらもうスピード違反にねもうバン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 やるとスピードをつけてやるってことですねはいで今のねあの本試験は、えー、まあ見ていただいたらね皆さん分かるかと思うんですすごく長いんですよ長文なんですよねだから ゆっくり考えて答え出していたら結構できる問題もあるんですけども、意外とできないっていうのはその時間で焦らされちゃうんですね。はい。だからやっぱり普段からスピード感のあるまあ回答が出せるかっていうのはやっぱ大事ですね。はい。私もそうです。あの自分で今今年まあ時間計ってやってみたんですけれども、やっぱね考え込んじゃうとちょっと時間がどん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 ,どん過ぎちゃって、まあ皆さんも同じだと思いました戻りましょう。では。 3条ですね3条は一問くると思ってくださいよ。3条使用者は労働者の国籍信条社会的身分を理由として賃金労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならないはい、まあ、はっきりねここはね差別禁止なんですよ、ね。平等に扱いとかそういった問題じゃないんですよね、まあ、同じようなことなんだけどでも文言としては差別禁止なんですよ。はい差別しちゃダメだと いうことなんですね。はい、そして、ま信条とは確認していきましょうね。これも試験に出てますよね。え、特定の宗教的、またはし政治的信念をいいと。はい、社会的身分とは将来の身分、出身地とか、そういうことですね。それから、ポイント。本条における国籍信条、社会的身分は、ま限定列挙です。限定列挙、ご存知でしょうね。 国籍と信条と社会的身分の三つについて差別を禁止しているのであって、例えば信条みたいなものだからっていう話ではないです。国籍と信条と社会的身分以外は、ここでは取り上げてないっていうことです。はい。そして、え、その他の労働条件は。はい。もうこれは、え、もう解雇、災害保償、安全衛生、寄宿者全部含まれるんだけども、同じですね。先ほどと雇いで採用は、まあ、労働条件に含まれない。 そしてここですね、えー、まずね条文を一回見てほしいんですよ最後の文言なんで書いてあるかと、はい、ついて差別的取扱いをしてはならないこれが三条ですだから三条は差別的取扱いをしてはならないんですではポイントを見てください一番下本条は差別的取扱いをしてはならないのであって 就業規則に差別規定が設けられていても現実に差別が行われていなければ本条違反とはならないただしまあその規定は無効となるとはいまあこれ十三条無効なんですけれども差別的取扱いをしてはならないんだから差別規定を設けてはならないとは言ってないわけですよだからこの法律で違反になるのはいつの時点かってことを考えてほしいんですねだから差別規定を設けてはならないだったら規定を設けた時に違反だよね でも差別的取扱いをしてはならないんだから取扱いをした時に違反だよね多いんですよ総則、特に労働基準法はそういう考え方が多いのでまず第一番目はこれを見ておいてほしいねはい、差別をした時点で違反になるということですねであとはあの過去3番の確認ですね、えー、差別的取扱いとは有利に扱っても不利に扱っても差別的な取扱いである 何をもって有利不利とするのはやっぱ一般の社会通念によるということだね社会通念ですねあと派遣のところは参考にしておいてください裁判ですはい、三菱樹脂事件ですね選択式 E1 を対策練っておきましょう三菱樹脂事件はい えー、学生運動されてた、えー、方が盛んに学生運動ねこれ何年だろうね昭和48年だからそうですね学生運動の盛りのあとですよね、はいえーまあ、本その三菱重視って書いてあるから三菱重視なんでしょうけど三菱重視に入る時に学生運動してませんよねっていう話になった時に私は学生運動してませんということになったわけなんですけども、まあ後から活動家ね中心的な方だってことが分かってしまったと。 そして、えー、っと本採用に移る時にそれがまあ調べられちゃったんですね、はい、で分かってしまった時にその間、まあ、その間ですねこの三菱重視事件ということで、まあ、裁判がですね、えー、これ10年ぐらいかかったんですよこれね、はい、でも10年もやるんだったらもうやめりゃいいんだなと思うんだけど結局和解しました最後はね。でなんとねその後この方、まあ、結構立派な社員になられまして最後は子会社の社長になりまして。 そして最後、ですねこの間ね何年か前にネットニュースで出てましたけども、とうとうお亡くなりになったということでね最後は子会社の社長まで勤めてまあえ亡くなったとまあそんなふうなね事件です。ちょょっと読みましょうか企業者はかような経済活動の一環としてする契約,自由の,契約の自由か契約締結の自由はいまず、ここですね何でこの言葉が太字になっていて先にここのねこれ裁判長が言ってるわけですけども言ってるのかと。 契約締結の自由といね契約締結の自由ね、まああの私的自治の原則って聞いたことない私的自治の原則それのことを言ってるんですね。事故の営業のために労働者を雇用するにあたりいかなるものを雇いれるかいかなる条件でこれを雇うかについて法律その他による特別の制限がない限り 原則ととしてて自由にここれを決定するるができるのできのあって企業者が、その特定の思想、信条、信条は、ね、チェックをしておいてください、思想、信条を有するものをそれゆえ持って雇い入れることを拒んでもそれを当然に違法とすることはまあできないのであると、はい、これがまあ契約自由なんだからお互いの契約自由、だって、ね、あの学生さんだって会社を選ぶ権利があるということだよね。はい、会社も、えー、社も員を選ぶ権利があると 労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているがこれは当然雇い入れ後ですよね、お、えー、ける労働条件についての制限であって雇い入れそのものを制約する規定ではない、これが結論だよね、択一で出ればこれが結論、卓一では結論を問われますので、また、私生信条を理由とする雇い入れの拒否を直ちに民法上の不法行為、はい、不法行為。 民法上の不法法行為、はい、法律を違反したということですね。することはできないことは明らかでありそれを公助良俗違反とを介すべき根拠も見出すことはできない民法90条入れておいてくださいね公助良俗違反、ね、民法90条公助良俗違反、はい、これもよく出てきます穴になることもありますね選択式で公助良俗違反ですね。例えば違違法法ななををしししたたとまょうで借金を作ったケース そもそもその違法な賭博自体が違法で公助両属違反なんだからそこから出てきた借金というのも存在しないという考え方です、はい、これが公助両属違反でもないですよということになります三、はい、条大事なのでもう一回確認してください国籍信条社会的身分を覚えましたね、はい、それから労働条件でこれは雇い入れが含まれないよ そして国籍信条社会的身分はまあ限定列挙だよと何をしてはいけないのかはい差別的取り扱いをしてはいけないんだこの差別って有利に扱う場合も三条で含むのか含むんだというところですねはいそこまで押さえたら OK ですさて今度4条いきましょう三条と四条ってセット問題よねはいだから三条の先ほど3つの条件があった国籍信条社会的部分 性別が入っていません。性別はなぜ入っていないか、男女の扱いをそれは別にしている部分が大きいですね。労働基準法では、はい育児時間が女性にはあったりとか、産休があったりとか、はい、えー、妊産婦の経緯な業務転換があったりだね、これ妊婦だね、妊婦の経緯な業務転換があったりとか、まあそういうのがありますので、若干有利に扱っている部分が多いわけですね。だから三条で差別っていうのは有利に扱うところも含むと。 解釈しているわけですから、三条に性別を入れたら、おかしいですよね。はい、矛盾が生じる。そこで、四条で言い直しました。どう言い直したか。第四条。使用者は。労働者が女性であることを理由として。はい、ここは賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはならない。はい。もう賃金のみの規定なんだ。はい、ね、賃金のみの規定なんだということですよね。 そして、女性であることを理由として、って結構試験に出てますよね。解釈が、平成九年九月二十五日揮発六百四十八号ほかと書いてあります。女性であることを理由としてとは、女性が、であることのみを理由とすること、あるいは。社会通念として、女性労働者が一般的平均的に、能率が悪いとか。勤務年数が短いとか、主たる政権の維持者ではないことを理由とすることをしたがって、労働者の職務。 能率技能等によって個人的差異のあることについてはこれは差別ではないと、はい、実際に仕事をしてみて能率の観点から歩合給を変えたっていうのは別に問題ないわけですね。